キがいる、ウルトラの母がいる。そしてタロウがここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ。彼方から迫り来る赤い日を。沙織は学校の休みを利用して田舎にある親戚の家に遊びに来ていた。この辺り一帯にはまだまだ昔ながらの自然が残されているように思われた。だが、ああ、ケイチ危ない。山の上に子供がいますよ。何？おい、この二人、もうすぐ発砲かけるぞ。降りてこい。危ないぞ。早くしろ。誰かいる。私たち昆虫採集していたら道に迷っちゃったの。村に帰る道わかるかい？おい、どこ行くんだよ。いいから来いよ。穴だ。秘密の穴なんだね。うん。強すぎたんじゃないかな。何か新しいもんがあるかもしれない。行ってみよう。大丈
丈夫？気をつけろよ。なんだろう、ほら、あれ。気をつけて。いつもいつもこんな危ねえとこで遊んでちゃいかんって言っといただろ。違うよ、私たちは東京から遊びに来たんだよ。おい小僧、上がってこい。逃げるんじゃねえ。周囲1キロくらいの丘陵だけが。はい、地図で見ればほんの点のようなものですが、この地点に震度12の地震が記録されました。え、震度12だって？立ってられないどころか横になってもゴロゴロ転がるぞ。何かの間違いじゃないのかな。いや、僕は森山隊員と一緒にメーターの動きを見たんです。確かに12でした。上野。よし、じゃあ現場に行ってもらおう。はい。南原、上野。はい。はい。え？副隊長、俺も行かせてください。ジャズル系の兄弟がその地点の近くに遊び行ってるんですよ。うん。元気くんか。震度12の地震なんて誰も知らないだろう。きっと大いばりしますよ。離してよ。次のうちの様があったんだよ。本当よ。うるさい。小太郎さん、二人とも大丈夫だったか？小太郎さん、すごい地震だったよ。まるでトランポリンの上を歩いてるみたいだったよ。心配になって来てみたんだ。ザットの方ですね。はい、そうです。地震の被害あちこちですごいでしょ。いや、ザットに記録されたデータでは大地震はこの造成地の近くだけなんですよ。え、この辺だけ？あれだけの大揺れが。ケンシ君、何があったのか？落ちしの後、地面から気味の悪い声がするんだ。本当ですか？ザットのおじさん！君は何だい？やっぱり怪獣がいるんだ！葉っぱをかけたんで怪獣が怒ったんだ！そんなバカな！本当だよ！こら！ザット！わしの土地に何しに来た？地主の島田さんです。ザット、何しに来た？地主さんですね。そうじゃ、わしは有名な大金持ちの島田じゃ。一体何しに来たんだ？島田さん、しばらくの間ここの工事中止していただけませんか？なんでやったの？この辺一帯の地下に怪獣が住んでるかもしれないんです。何？怪獣？そう、大地震があったのはここだけなんだって。それにおつさまの変な声を聞いたでしょ。おつさましゃ、お願いします。しばらく様子を見てくださいませんか？ダメダメダメだ。宅地情勢は今や国家の要請に基づいてなされておるんだ。おしゃ、絶対にやめんぞ。でも万一怪獣が出たらどうするんですか？その時にこそザットが来ればいいんだ。それにしても地主さん、発砲をかけるのはしばらくやめにしませんか？何を言うか。お前はわしの使用人ではないか。それはわしに向かって説教するか。どうもすいません。おい、よし、引き上げよう。はい。金子君はいつまでここにいるんだい？うん、あと 2,3 日いたかったんだけどさ。ザッと帰れ。ザッとなともう二度と来るな。さあみんな、はい、はい、行こう。何か変わったことがあったら連絡してください。わっとる。どんどんやれ。山を崩せ。Thank you.
守り神のお嬢さんなんだ。守り神なの？うん、うちのじいちゃんが言ってた。昔この村の稲作物が全部枯れて緑が一つもなくなっちゃったことがあったんだ。それでじいちゃんたちがこのお嬢さんをあの丘に埋め込んだんだ。そしたら緑が元に戻ったんだね。うん、じゃあ私たちでちゃんと待ちしなくちゃ。これは何隠そう。ほら、この土地はわしのもんじゃ。この土地に埋まっているものもわしのものじゃ。この地蔵さんはわしが連れて帰る。お？天保元年正月吉日とはな。こりゃ我が島だけの宝もんじゃ。お地蔵様、妖精地完成の暁には立派な地蔵堂を作ってお祭りいたします。なんだあの響きは。山は光るなんて、そんなバカなことあるか。やっぱり火山爆発かもしれんな。よし。へえ、いい気持ちで寝ていたこのわしを葉っぱで叩き起こすとは、なんと失礼な人間どもじゃ。不思議だ。おじさん。ん？昨夜何か変なことなかった？お前たち知ってるのか？俺たち全然同じ夢を見たんだよ。同じ夢？どんな夢だよ。お地蔵様が喋ってるんだ。まさか。本当だよ。私も同じ夢を見たんです。実を言うと、だいぶ前に村の人に言われたんだ。ここの丘に守り神のお地蔵さんが埋めてあるから葉っぱをかけない方がいいって。はい、島田ですが。ああ、主任か。え？何？え？地蔵を丘に返せ？な、バカな。ほら、わしのうちの宝だ。大地売ってもいい値がつく。ええ。しかしですね、地鳴りといい、崖の光る目玉といい、何かあるような気がするんですよ。ああ、根元は夜中に一人で言うんだな。こんなことより、一日も早く工事を完成させたまえ。バカな地蔵が光るのに。なんだ！怪獣が出た！まさに君たちの言う通りだ。早く行こう。早く早く行こう。おい、何やってんだ。ケンジ、早く早く逃げろ。
来やすい。いいな。準備完了しました。うん。撃て。造成地に戻してくれませんか。いやいや、ザットの隊員ともあろうものがあんな小さなお嬢さんに何の力があると言うんだ。本当にお嬢さんが夢の中に出てきたんです。いや、夢だったらどんな嘘でもつけるんだよ。本当だよ。東です。東隊員、すぐ現場に戻ってください。はい、わかりました。いいか、君たちはここにいろよ。開始する。上野、いいな。はい。上野援護しろ。はい。
さんを。孫の刀攻撃の中でウルトラマンタロウは一瞬死んでしまったのかと思えた。しかし肉を切らせて骨を切る、それは我らが太郎の捨て身作戦だったのだ。そしてその太郎を助けたのは山に埋められていたあの不思議なお地蔵様であった。太郎さんだ。おい岸君、涼介君。おお、ざっとの人、この通りお地蔵さんはここに返します。わしはもう怖い。ここを突然制するのもやめた。やめます。申し訳ない。やな。バイバイ。どうも。やな。やな。はい。バイバイ。やな。また遊びに来いよ。待ってくれよ。お嬢さんは。やっぱり子供の味方なのね。ああ、さあ、行こうか。さよなら。やれやれ、これでまたしばらくの間はゆっくりできるかな。母を呼ぶのか悪魔を呼ぶか、天に叫ぶ謎の少女カオル。青い狐火が空を駆けるとき、姿なき怪獣がカオルを襲う。焦るザットを尻目に展望を表す怪獣ミエゴ。みなしごカオルの願いを抱いて太郎が挑む。来週のウルトラマン太郎、みんなで見よう。